はい、何を買ったらいいかっていう質問がめっちゃ多いから、はい、初心者さんはとりあえずこのウォーターシューターっていうのを買ってもらってとこれのセットで 1.8 ミリのセットがあるんやけど、はい、それやったらねだいたい1キロからね、3キロぐらいまでの魚をするのに適してるやつなんや、はい、まあ万能選手みたいな感じやけど、本格的にちょっとかじろうかなと思ったら 1.5 と2あればいいで、どうしてももう全てコンプリートしたいなと思ったらこんなもんあんねんけど、 1.1 っていうのはもうほぼ使わない。これはねうなぎとかアナゴとかハモとかああいう長物系をする人は買った方がいいけど、うなぎするのは絶対やね以外はねいらない。もう 1.5 と2があればいいで、3とかはもうちょっと特殊やね。3、4はこの辺はもうこれだけど、で包丁は何がいいかって言ったら、まあこれこれさ分かんないけど、これペッティね、これがあればいい。18もある、これ1本あったらいい。これ必要よ。これをつけて、でこうつけてここではめるからね、はい、OK でこれはまあ初心者さんが買えばいい。こだわりたい人、これハイパーすぎて、これまあここにもつけれるようになってるネジ山があるから、まあ、ここつける人って結構特殊やわ。その向きとかからつなぐときってここからつなぐから、はい、まあそれはまた面倒くさいからあえておへんけど、でこれってこれね、ここにまあこれを入れてからやけど、これを入れてこういうふうにはめてる人おんねんけど違う。これはもう奥までガーッと入れてもらって、でここでかまして、ここで滑らんようにしてもらいたいから、ここでかませるのよ、はい、ね、これかましてよいしょ。これしっかりここに飛ぶからね。こんな感じ。でしっかりかましてもらって、でこれをつけるんやわ。でこうつけて。何が違うのって一緒やんか。はい、これの場合はハイパースビッティっていうのは。水が出るようになるからね、これで水が出る鱗取りがついたり、あとまあねもうねこれのちょっとねあれがね薄れてきた小物横を集める。前までこれでねちっちゃい魚の血抜いとったんや、これで最近はね天竜道具と。これね、これ見て、こうやってあればいいけど、はい、なかったらこっちホース1本の時はこれで1本になるからホース、これで血抜きしたのと面倒くさいけどこうつないで、でも一般の家庭やったらこれで十分やと思うよ。こんなんつけんで俺らこう仕事で使うからこう早くするからつけるけど、はい、一般の家庭やったらこれだけで十分なのよ。これつけて付け替えができる。だからもう常に普段はこの状態、で使う時にこっち側に付け替えると、いう感じにすればいい。でになりたい人は何がいるかって言ったら、もちろんこの2つね、ハイパーついてとこれはもう必ずいるよ。2つ野菜になりたい人はね、はい、でこれタイニー血合い取りっていって、またちょっと違うんやけどね、これって鱗取るやつやけど、これって内臓をかき出すやつなんよ、はい、にパワーハンドル、これはいい。お腹の中にこういったらこれ絶対いい。パワーハンドルつけて、はい、お箱のリムーバーにアサシンナイフ、こんだけあればいいです。このセット、うん、このセット、それも十分で、魚屋さんがね欲しがるのはこれ、ようでは魚屋さんはこっち欲しがる。だからこの2つあればいいから、まあ刺身包丁とかはね別にどうでもいいんだけど、はい、魚を仕立てるんやったらこんな感じ、こういう感じで、まあこれはあってもいいねんけど、このもちろんパワーハンドついてんねんけどね、これで販売よね、パワーハンドでつけてすんねんけど、開けた魚するときはもうこっちの方が全然便利やから。でもほんと使うんやったらもうこんだけで、仕立て屋さんの道具はこれで仕立てて、内臓を出して仕上げを削って氷で飛ばして、これがノズルの代わりにもなるし、っていう感じで、もっと丁寧にしようと思ったら先に神経のところから水を出して、尾っぽから水を出して、で仕立てて腹を出して氷で洗って、最後にまたこれからケツのところから水が出るようにしてやって、もう最高級に仕上げるというか、そう、こんな感じだからね、こうやってほらこんなもんあるんやけど、はい、これね今テスト中の、これ、ちょっとまだ中は見せられへんけど、これが最初のやつで、こだわりが全然違う、詰まってんねんこっち側は。今までにもうペンチ式になかったペンチ式、まだこれから変わるからね、進化していく、進化していく、だからこっち行くかになってきたら、もうサンマおろしてからの世界になるから、あんまり仕立てには関係ないんだけど、これはねめっちゃ使いやすい、こだわりがつく、だからこっちでやったら早いの、慣れてるから。けどこっち慣れたら指が痛くて、これやずっとしてたらここへこんでくんねん、力入れて、でこの噛み合わせが悪くなんねんけど、これって噛み合わせが悪くならんから、慣れてしまえばそっちの方がいい。だからこれの江戸小町ってあんねんわ、高いやつ、それはねやっぱ強い、ここが。でもこれねずっとやってたらね、ここへこんでくるのよ、どん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 痛いねん指。でもこれはそれがない。なるほどね。でこれほんで板前用ってあるやつ、これはもうちっちゃいやつよ、細かいやつはやりやすい。多分これね限定になるはず。いいやろ、そんな感じ。だから最初の初心者さんはこれを買ってくださいってことね。これと 1.8 ついたやつか、ちょっとこだわりたかったら 1.5 と2。